さあ、というわけでございまして、え、早速 P トーク行ってみたいなと思います。はい、まあ、あの、ごろごですね、ラジオ聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないんで、あれなんですけども、P トークっていうのは、まあ、あの、トークにたくさん P を入れながら喋っていこうじゃないでかとあ。そういうことなんですね。はい。ただそれだけのことでございます。モザイクじゃなくて P なんだね。そう, <laughs> そうですね。あの、モザイクは音声ではちょっと伝えられないんで。<laughs> はい うんうん、本当にね、そういったうと、とどろきさんはすごいですからね。暴走モザイク機関車みたいな感じになってるのも。<laughs> そうですよね。大変もう出てくるシーン、出てくるシーン、モザイクだから、はい、この人何のために出てきてるんだろうみたいなね。そうですね、まあ、ちなみに、あの、とどろきさんのモザイクは、あの、D. V. D. になっても消えたりしません。はい。そうなの。いや,いや、いや見てたら、まずいでしょう、ね。だって、だって、<laughs> オープニングのやつとか、はい、モザイク取れてませんでした。あ、まあ、あのぐらいは大丈夫だと思いますけど。あ,あれは OK なんだ。はい。ものそのものは、多分、大丈夫だと思うんですけど。うん 多分ダメだと思いますクレードが上がっちゃってるんだはい。あじゃあ皆さんそこら辺は目をつぶってくださいね <laughs>、はい、さあそなわけでございましてさあ早速行ってみたいなと思いますえー、こちらですね生徒会ネームかなたさんからいただきましたはいありがとうございますえー皆さんすっぽんぽんすっぽんぽん一話見ました下ネタのカウントダウンやスズヘッドの動きなどさらにパワーアップしたアニメになっていましたね中でも注目すべきはコトミがエロ本を拾った時のトレジャーのセリフでしょうか <laughs> <laughs> ついにラジオが本編に影響を出すまでに成長したのは果たして喜ばしいことなんでしょうかということでございましてすごいよねいやいやこれは喜ばしいことですよだってこれ台本に書いてなかったんですよそうなんですこれはあのアドリブで島田あさみちゃんが、うん、勝手に入れた勝手にってあれですけど <laughs> 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 もうあさみちゃんの戦略がそう, <laughs> そうねもともとトレジャーっていう単語はどっから派生してるかというと第一話で受けるとですね機長とかをやっていたトレケンタロウくんもじゃく はいモジャックスパローというあだもついてるんですけど<や> <laughs>、はい、彼がそのラジオの中でエロ本とかエロビデオとかそういうものをトレジャーと名打って、うん、あのそれを隠すのが得意だっていうところから派生した話なんですよ、うん、ザ青春的な何かねなんで実際問題このラジオでもあの何度か トレジャーの隠し場所にこういうところはどうでしょうみたいな話も出たぐらいで、うん。そんな隠し場所を、電波を使って、そうなんです。お便りまで募集して、<や> <laughs> こういう風にやったら隠せるんじゃないかみたいな <laughs> え。どこに 何隠しててるの男の男子ってそうですねまあ僕はやっぱりでも引き出しとかでしたけど引き出しなんて言ってもさなんとなくお母さんとか見ちゃうんじゃない、はい、そうですだから引き出しもだからこう本を上にしてとかあ隠すようにいろいろあるんですあのだからトレゲンの場合は辞典をくり抜いたかなんかして、えー、何 <laughs> 完全にミッショパシブルみたいな感じでその中に本が入るだけのスペースを作ったっていうのは僕の場合はあの本よりはビデオが主流だったんで動物の <laughs> 何なん,かなんとかタイトルがすごい健全なタイトルを、うん、貼っておくみたいなのありましたねあタイトルを変えるん,だもちろんですか、はい、わざわざいやいやだってほらタイトルそのままで貼っておいといたら問題じゃないですか、うん、えなんかどういうタイトルにしたのライオンのののなととかとかそうですあのその時はです、ね、タスマニアデビル一生みたいななそう,いう <laughs> <laughs> なんかそんなのを貼ってて <laughs> 気になるむしろそうそれでね一回ね、あのー、親にバレかけたことはありますね <laughs> だって怪しいじゃないですか、はい、いやあのちょうどそのビデオの中でおふくろが「ねあの撮ってたドラマのビデオってどれだっけ?」っつって、うん、その棚を探してって親父に言われて、うん、親父が <laughs>「その棚を探したらこれから」っつって流したらそれで親父は速攻で止め これじゃだからあとで親父に「お前そういうのはちゃんと隠しとけ」っつってアドバイスをいただきましたもう小学生のうちにここに隠しておいた方がいいんだよってとこもちゃんと保健体育で教えるべきだねそうですね僕もまあ,あのそんなこと言いながらあの親父がおそらく隠してあるだろうトレジャーをこっそりパクって見たことがあります、うん <laughs> 嗅覚ででかかるんだ何ですか、ね、こうすね例えば夜のトイレに行くとなんか親父が不自然に出かけたりとか、うん、なんか不自然に駐車場の方に行ってるからなんだろうと思って、えー、行ったらその時はあのですね車のトランクの中に隠して。そそれ トレジャーがあって、なんで今こんな夜中に駐車場に行って、ソランクを閉じたんだろうと思って。なんか今いいこと聞いた。男の人が大人になって、はい、夜中に駐車場に行ったら、それはトレジャーを取りに行ってるってことなんだ、ね。可能性はなくもないという。ああ、そうなんだ。ね、大変。まあ、ほらね、女性の場合は逆にそういうの置いてあってもね、<laughs> うん、まあまあ、わかんないですけど。ほら、女性でも最近はレディースコミックとか、ああいうのがあるじゃないですか。ああいうのってね、自然に置いてあっても。 女性の親御さんって「うん、お前ちょっとやめなさいよ」みたいなことを言う人っているんですかね聞いたことないですねそれは。あんまないですよね俺もそういうの話聞いたことなくて。から男のだからどちらかというとなんかこう男の場合は真面目じゃないけどシャレな部分が半分あったりとかして見たことないもんだからう,ん、うん、うわ見たいなみたいなのなんですけど女性の場合はなんかどちらかというと切実な問題だったりするんですよ。 男性が例えばその恋人との、うん、あのの悩みがあるとかっていうのになった時に、うん、男性から聞かれたり言われたりとかすると、うん、なんでじゃあコスプレするとかなんか場所変えりゃいいじゃんみたいな07分21秒になりました突然ですが生徒会ネームこれクーポンじゃないさんからいただいた大人の慣用句うおの大木う,ほうほ以上07分21秒の時報でした やっぱこう、受け入れてもらう側ですからね。男性としては。まあまあまあ。さあ、じゃあ次の <laughs> <く>、<laughs> あの、メール行ってみましょうかね。<laughs> はい。